ヤマト、ユータ、ユーマ、ヒューガ、アムギリ、コムドットです。サムネタイトルをご覧になった皆さんの中に釣り動画だと思った方がいると思いますが、これは決して釣り動画ではありません。急遽決まったことなので皆さんを驚かせてしまうと思いますが、最後までご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。僕たちコムドットは2018年10月最初は僕とユータ君で YouTube を始めまして、その後強力なメンバー3人を加え、ここまで頑張ってきました。途中マネージャーにボン君を加えて6人体制、チーム一丸となって年内50万人という目標に向けて頑張ってきました。メンバーのアムギリ君には主に編集長として編集の管理だったり、新たな編集者を育てるなど編集に関する仕事全般をやってもらっていました。あっちゃんの編集は誰にも真似できないクリエイティビティあふれる編集をしてくれる僕たちのチームにとって欠かせない存在です。今までありがとう。いや、ありがとうございます。疲れ。この決断をするまでに何日もかけてメンバーみんなで話し合ってきました。アムギリの中にどうしても抑えられない欲求があるということで、僕たちもこれ以上は止められないということでアムギリを送り出す形になりました。僕たちは YouTuber になって3年目ですが、本日11月20日をもってアムギリ君卒業です。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうって言ってなんか複雑だけど、まあここから詳しく説明していくんですけど、ファンの人もちょっと泣いてる人もいるかもしれないんですけど、まあ、これはなんか決して後ろ向きな決断とかではなく、あっちゃんもまあ納得してるし、まあ、俺はみんなも納得してるっていう感じです、うん、それで YouTube をやめたからって遊ばなくなったりとか、うん、会わなくなったりとかって、そういうことはないよね。卒業おめでとう。おめでとう。本当にありがとうございます。卒業って素晴らしいことだ。脱退じゃないから。そうそうそう、うん、そうだね。まあ絶対ファンの人たちの中で、まあ、巻き起こる議論として、まあ、不仲になったんじゃないかとか、うん、喧嘩したんじゃないかとか、まあ多分あっちゃんの場合なんかいじめられたんじゃないかみたいな、そういうことを思う人がたくさんいるかもしれないから、うん、まああっちゃんの口からそういうことはないって言えよ。あ、なるほど。そういうことは一切ないです。うん、一切ない。そこはお心配なく。お心配なく。ご心配なくな。お前おにぎりのことごにぎりって言うの。お前お茶のことごちゃって言うの。お前あんまよくないんじゃない。確かに。ごチャンネルさんのことごチャンネルさんって言うんじゃないですか。ピンコ泉今泉ピンコこんな感じで普通に俺らは楽しくやるし、うん、そう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 、変わんない、うん、ということで改めて言っていい。あ、はい。ということで改めまして、あっちゃん童貞卒業おめでとう。これはね、ほんとに嬉しいことだよ。素晴らしいね。よくやった、あっちゃん。本気。大変だったなぁ。大変だった結構、下積み自体が長いから。長いよ、7年間しごいてんだよ。しょうがねえよ。視聴者の方の中に、え、サムネ詐欺じゃん。え、くだらなみたいなことを言ってる人がいると思うんですけど、あっちゃんの童貞卒業の何がくだらないんだ。俺と心に抱えて問題じゃん。これはなんか全然詐欺でもなんでもない。だって嘘言ってないから、うん、あっちゃんおめでとう。本当にガチおめでとう。嬉しい。これはあっちゃんは世間的に言うと童貞ではないっていうのも、僕たちのルールで1年間そういう恋をいたさなかった場合童貞に戻るよってルールがありまして、あっちゃんはそのルールによって童貞になりましたっていう動画過去に出してると思うんですけど、それであっちゃん童貞だったわけですね。でもまあこの度晴れて卒業しましたと。おめでとう。あー、童貞だったアムギリにさよならって言ったんで。そう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 。けどまあさよなら言いたくないから、またね、また戻ってくるから。そう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 。手放したら戻ってくんだもんな。手放したら戻ってくる。この地元は1年間で童貞でした。そう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 。この地元ってお前どの地元？いろんな地元に属してる。まあこれからはね、そのあっちゃんの体験についてちょっとお伺いしていきたいんですけど、エピソード0としては、エピソード0を終えて、そこから長い修行期間を終えて童貞に戻っちゃったわけでしょ、逆に。そのエピソード0はいつだったのかっていう。あ、それは19歳の10月頃か。あー、2年前です、ね、あ、2年か。だからお前ダブル童貞だったと思うんですよ。2年で、まあこの度童貞を卒業したっていうことだったんですけど、卒業した時の感想っていうか、中学卒業して高校卒業したんだよ。2回目だから。分かりにくい。どんぶりの二口目とかでいいや。今まで違うってやつ。ガリガリ君の二口目とか全然味違う。あとあれですよ、ポテトの2本目特殊的じゃないですか。あとアヒージョの最後。あれ何なんだよ。あとレオリオのカバン。いやいや、お前なんでそんな右京さんみたいな。右京さん。まあ頭の中で巻き戻すか巻き戻すほど右京さんだね。
せっかくだしさ、みんなからちょっとあっちゃんに質問ぶつけてってよ。まあ柔らかく聞こうか。相手の方も見てくださってるのに、ね、ちょっと恥ずかしいんだよ、ね、てめえリスナーにファン、それしない。てめえリスナーに手出しちゃったの。それマジでしない。いやだから僕の知り合いに。あ、知り合いね。俺らも知ってる人。これリアルなとこ俺らもね聞いてない。聞いてない。聞いたのはリアル1ヶ月後、しかもなんかコラボ撮影で発覚したみたいな感じだった、うん、そうお相手といたしまして言える情報なんかをちょっと言っていただけると、僕と同い年の方。ああいいね、同い年の人と。そう、うん、で結構可愛い目とか綺麗目とか。あ、僕個人的には見るととても可愛かったと思う。可愛い可愛い感じ。まあそうだね、ちょっと明るいかな。明るいんだ、可愛くて明るいんだ。なんか他に気になる情報ありますか。おっぱいは開けよ。ちょ、見てるって。ピンク。お前か、そんなこと言うやつだろ。お前にはもう誰も抱かれてない。あー、ダメだ。そうだよ。この情報さ、俺ら以外知ってる人いんの。いや、言ってないです。おー、誰にも。いいじゃん、じゃあ固いじゃん。あっちゃんは、そう言ったりしない固い男だよ。場所どこ。うん、ハナロード。ハナロード。どこ。僕初めて入ったんですよ。何があってホテルに行ったの。11時頃、10時頃ぐらいに居酒屋に誘ったんです。うわ、キモキモ。お前キショ。俺女子だったら無理。ちっちゃいもじゃもじゃのやつが11時に居酒屋誘ってくるの、女子だったら無理。やめて。ヒューガのターンにお前目立つな、こうやって。俺顔つきなかった。全く。まあこれ YouTube で俺嘘つきたくないからさ、うん、これ言っちゃうわ。これ僕とヒューガくんに考えた作戦ですね。それ言っちゃっていいの。まあ要は、まあもともとアムギリくんのレクチャーに僕とヒューガくんが入ってたっていう話ですよ。あ、まあだからそれはね、友達として当たり前。まあそう、うん、どういうこと。アムギリがその予定を立てて、ちょっとどうすればいいのかなって相談してきたってこと。違う。それはもう絶対違う。それは本当に絶対違う。誤解が生まれる。全然違う。それは良くない。いつ何が起きてもいいように。そういつ何時あっちゃんに教えてた。あ、だからプライベートで、いや本当あっちゃんって童貞卒業できないねっていう話をしてて、うんうん、そうこういう時はこうやるんだよっていうのを話してたってこと。そうだから誘う1ヶ月前から作戦を練って実行したとか、そういう話は決してない。そう絶対違う。悪事を働いたわけじゃない。全くない。それこそ、うん、あの予定は聞いてた。そう、てか何個かなかった飲み会みたいな。あ、飲み会には行くの。別に飲み会にはこう別に童貞だから女の子と飲まないわけじゃないからね。で、何個か飲み会はあって、うん、それいつのかっていうのは俺らも聞いてなかったよ。知らない。どんなアドバイスが良かった。あっちゃん、ちなみに。あ、なんだっけ。あっちゃん用で教えてんの。そうみんな。あれですね。あ、すいません。はい。飽きてんの、てめえ。うん、ずっと。やさっきからユンくん暇で、でかい金の毛あるじゃないですか。何やってんの。マジ何やってんの。いやもう俺、もうあっちゃんのこと見たらユンも思う。いや、それはたまたま。体勢をちょっとこう。どうしよう。なるほどね、体勢が良くなったんで。教わったこととしては、マジでトークの中での共感と自己解除する。あ、やばい。それは、お前、お話ししてる中での大事なポイントとして、共感と自己開示。うわー。相手の話に共感することと、自分をさらけ出すこと。これは、いや、僕のわけないじゃないですか。俺、共感と自己開示なんて言わないですから。俺、僕が、チェリチェリだった頃も聞いたことあるな。あれなんかね、背高くて首長かった。うわぁ、直樹さんやん。直樹さんやん。じゃあ直樹さん、今んとこ直樹さん。今んとこね。でも、なんか昭和のイケメンみたいな感じがするでしょ。あー、じゃあヤマト。いや、直樹さんもありえない。直樹さんもまだありえないでしょ。まあ、これ僕っすね。うわぁ、やばぁ。これはどういう意味で言ったの。いやだから、あっちゃんはコミュニケーションを取るのが苦手だから、エッチをしたいとかそういうことじゃなくて、まず相手と仲良くなるポイントとして、まず共通のことを見つけるのがいいよって、うん、それが共感だね。まあ例えばナンパした時に、地元どこですかって言って、同じ地元だったら、あそこのセブンあるよねとか、あそこに何々あるよねで盛り上がる。これが共感じゃん。だからそれが趣味とか、まあ、例えば仕事とか学生時代のエピソードとか何でもいい。だからまずはそういう話題から徐々にこう、まずは仲良くなるっていうのがいいよって。共感しに行くというよりは共通点を見つけに行くってこと。あ、なるほどなるほど。で、自己開示っていうのが、相手のことばっか聞き出そうとすると気持ち悪いから、まずは自分からこうさらけ出した方が相手から信頼を得られるよっていう。なるほどね。それはなんかすごいいいね。
まあ、生かせた、好きで。え、どういうのできた？まあ、ちっちゃいことだけど、飲むお酒一緒とか。うん、大事だね。大事だね、それはね。え、相手何頼んだの？ビール。ビールかよ！なんだよ、それ。いっぱいビール飲んでんだよ。いいでしょ。正解は何？正解は？シャンディガフ。違う。シャンディガフ。ビールっぽい。いや、ビールっぽい感じでいきたいけど、ビールは苦手です、みたいな感じね。今、俺も今、助け舟でシャンディガフって言おうとして。じゃあ、思考同じってこと？え、で、ユーマもらったってこと？じゃあ、それはユーマに伝えて。なんだよ、それ。みんなに言えよ。みんなに言えよ。いや、俺に言えよ。飲んだんだ、お前。4杯ぐらい飲みました。レモンサワー。おう。レモンサワー。おいおい。ぶどうサワー。それってさ、全部合わせたとかいう面白いオチではないよな。全部合わせた、ね、結構やばいよ。ね、全部同じ。全部合わせたって何？全部同じお酒お前頼んだとかやったら面白い。あー全部同じ？ 3 杯まで一緒です。いやいやいや、3杯まで一緒もやばい。じゃああいつが期待値上げすぎた。ビール飲んで次何頼む？あ、じゃあ俺もそれが2回あったよ。やばいよ。すごいすごい、ダメ、やばいやつや。その教えだけじゃお前ホテルに誘えないから。そうそうそう。終電は？終電はないっす。これ終電をなくせっていうのは誰に教えてる？それはね、あれこの方に。そうだね、そうだね。まあ終電は俺だ。まあだから終電をなくせっていうのは、もしなくなっちゃった場合も絶対遅れる人しかやっちゃいけないけど。まあそうだね、それは。外出ました。ほい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 。俺がホテルに行こうって当たり前に行っても、このキャラじゃちょっと合わないじゃん。だからもう素をさらけ出せって言われたから、行ったことないところがあるホテルに行きたいっていうふうに言えっていう台本は誰がくれたの？そうなんですよ。それ多分ヤマト君言ってんの聞いたんですよ、僕。セリフみたいに言うな。なんかユータと話したことあるんだけど、うん、テンションなんだよ、マジで。なんかこうキモい感じで行くのは絶対なし。だからもうぶっちゃけホテルに行けるか行けないかはそのセリフ関係ない。もう前に決まってる。なんならもう誘った時に決まってる、飲み会を。でここは結構前哨戦で、ここはもう建前だから、一番そのキャラクターに合ったセリフを言うようにした時にこうなった。相手がじわっちゃったら終わりだから。どういうテンションで行ったの？超白濃いよ。あの、ゆうたが一番女性役やる。何ですか？いやー、美味しかったね、居酒屋。美味しかったね。あのさ、うん、ちょっと俺行きたいとこあるんだけどさ、いい？え、こんな時間から？うん。何？どこ？ちょっとあの、ラボホテルに行きたいんだけど。うん。うわ。お前30メートルぐらい歩いちゃった。待ってよ、ホテル行きたいんだけど泊まってた彼女は。そういうテンションでやると授けてない。じゃあヤマトがあっちゃんに一回なって、俺このままこの距離だからやるから。ああ、いやいや、そのテンションやってみて。正解。美味しかったですね。美味しかったね。デビス、僕払いました。え、本当に？ごめん、悪いよ、いくらだった？あ、デビス、僕お金稼いでるんで。かっこいいやっちゃん。じゃあごちそうさま。大丈夫？あっちゃん、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 店員さん、あっちゃん、あっちゃん、どういたしまして。あ、ありがとう、あっちゃん。どうしよっか、この後帰る？タクシー。けど、どうしよう、自転車もないな。タクシー乗りますか？きっと多いし、満喫とかで寝るよ。あっちゃんタクシーあります。タクシー乗って一緒に帰る。いや、でもなんか一ついいって。あっちゃん、あっちゃん、あっちゃん、ホテル行ったことないです。行ってみないです、もしよければ。エッチなことしようとしてるんじゃないの、あっちゃん。え、あっちゃん、そうすな。してないです。してない。ほんと？エッチなことしようとしてないです。コンビニでお酒買いましょう。また飲むの？ヒュア君が全部教えてもらいました。コンビニでお酒買って入れて、そこのラフェスタ入れて。あ、お金全部僕払います。え、安いもんなんで、普段に比べれば。すごい、いつも風俗お疲れ様。まあこんな感じかなって分かんないよ。私はこう優しい方だった。優しかったです。おお。じゃあ、ちゃん、あっちゃんとか言ってくれた。そうそうそう。じゃあ、は？何？え、どっちがあれ？どっちがあれ？どっちがあれ？え、じゃあなんでお前から言ってんのよ、余計なの。ガチ気持ちいい。ひゃっ！ぐらい！ひも！僕は斜めで終わってるんで。おせろ。おせろ。ういー。
ういあーあーあー入れたんだね。入りました、ね、おー素晴らしい。あのレクチャーはあのさ特別ガーナ人講師のレクチャー、あれあの前さあの通りのあのなんだっけあれラブオガライバルみたいな多分看板見えると思うからそこスタッサッサーってあるって言ったら多分トヨタレンダーが見えると思うんだけどそこのファイマでお前酒買っちゃえ、お前酒買ったらそのままパッて小道入ったらホテル見えるからあお城みたいだねって入っちゃうで、この教えはどうなったの。あ、聞きました聞きましたよね。これ誰が聞いたの。これね、この方です。そうですよね、ヒューガの黄金ロードね。それは使ったの。俺の投稿道。うん、投稿道。そうそうそう。え、入るときにさ、本当に初めてだったらマジわかんないわけやん。まあ、101号室3万3000円みたいな。で、304号室1万7000円。え、なんでこの部屋高いのみたいな感じになるわけやん。で、お前は高い部屋と安い部屋どっち選んだ。あ、なるほどね。残ってたのが5部屋ぐらいで、もうとりあえず、一番高い。一番高い。おいおいおい、大事、これめっちゃ大事。ラブホに入ったときに、一番高い部屋、おさえねえ男はダメよ。よくやった。おい。それ偉い。で、まあ、押したわけで、ビーンってさ、髪が出てきてさ、それをさ、すいません。ちょちょ、お前詳しすぎるわ。もうちょっとぼんやり言えよ。お前もう、格ちゃんであの場所やん、お前。フロントの下にフィッて出したら鍵出てきて、そこのエレベーターから204が。で、知らないからさ。うん、いろいろわかんないよね。開けた瞬間に精算機みたいなのが。あー。やっぱお会計の時は女の人もやっぱ払うスタンスではいた。うん。あ、いい子だね。このね、やっぱ相手のお財布出すのを断るっていうのは、まあだいぶ1年前ぐらいからレクチャーしてる。そう、ほんとにこれは1年ぐらいやってね。これはもう習得したよね。女性にお金を出さすなっていう。あ、俺らの地元でできないって言ったらね。それをさ、だって自分で分かんなかったあっちゃんがいるってことでしょ。うん、お前ゴミだったの。入って最初に何をしたの。一番最初に、あ、入って最初にもう部屋をもう捜索して、ああホテルに来た子供みたいな感じだ。一緒についてきたの、それともなんか座ってこいつなんかやってんなスタンスの。ベッドの隣のソファーに座ってた。あーなるほど、手前にガラスの机置いてあったってこと。そうです。ユーマが大好きな青の、青の、同じとこ使ってるやん。これがね、この話のミソなんだけど、それ以降の情報っていうのを僕たちインストールしてないの。だってダックなんて知らなかったから、裸の網切りがもういっぱいね、検査したりね、ガトリング持ったりしてたね。あ、そう、風呂の順序とか先に入ってもらったの。いや、先に入ってもらってないです。あら、え、じゃあ後に入ってもらった。いや、後に入ってもらった。え、これはもう二択よ。まあまあまあ、風呂入んなかったか。うん、一緒に。あ、偉いの。野暮だから、一個選択肢する。そう。風呂は入んなかったの。入りました。おー。オッケーオッケーオッケー。お前すごいじゃん。まあ、ということはあっちわからん。うん、まあ、ここはさしてもらおう。すごい。すごっ。お前、婚約したんか。あっちゃんから入ろうって言った。笑ってんの。笑って。いや、なんで、これもわけあって、それこそレクチャーされたから、俺、後に入ろうと思って、先どうぞって言って、脱いでたら、一緒に入るって言われて。入ったー。おー。お風呂で、え、なんか人間なんて。うんうん。なってないんだ。一緒に入っただけの。音楽聴いてた。待て待て、お前さ、何流した、お前音楽。あ、気になるわ。俺の携帯じゃない、あっちの携帯。ああ、で、何流れた。金木犀とか。おー、イケイケの子やん。で、お風呂上がりました。ホテルにある服でも着たのかな。ああ、そう、あのバスローブ。おーい、お前の身長じゃ似合わねえよつ。で、はいはい、でここからは教科書に載ってないこと。ないない、もう何にも知らない。そのね、導入が知りたい。まあ確かに動画見て。うん、何 YouTube とかですか。あ、映画です、映画です。あ、ネットフリックス。そうそうそう。な、何の映画見た。見る映画によっちゃ0点の可能性あるよ。チャーリーとチョコレート工場です。はは？いや、なんかこう見てて、あ、これいいねって。2人でね。そう。あ、まあじゃあしょうがないか。それフルで見やがった途中から。おお、途中から、途中までではない。え、どういうこと。え、どこら辺から。え、あの5人がこう歩いていくシーン。ウィリウォンカウィリウォンカ天才ショコラティエンのとこからどこまで。デブの子供が溺れちゃうとこ。ああ。てぅ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 。なんだっけ？そんなこと言ってない。何分くらいやそれは。で、俺が硬い口を開いて、ハグしたいって言ったんですよ。言ったんだ。全部言っちゃうんだよね。しょうがない。あり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 、全然ある、全然ある。俺も言うもん。こう見てて、覆いかぶさるようにハグした。あ、ね、こう見てて。こう見てて、こう見てます。はいはい、いいよいいよいいよ。俺映画やるから、止めたら俺止まる。あ、なんでお前が映画やる。映画はいいんだよ。見てるの。映画やってくれんなよ。俺映画やる。すごっ。でで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 で
オーガスト違う違う止めてから言うお前どんな音量で見てんだよお前スペーカーで見てんだよしかし今だあの子をパイプで打ちあ、またお前そこにちゃんとしたからまあ機械だもんねちょっとじゃあどれがだこう前向いて二人ともでハグしていいって言ったあ、まあなんかよくねすごいこうなんか急に見てさハグしていいとかよりはオーガストスプーンソブタッサー映画だと勝手に話し合ってんだよで、そっからそっからどうやってキスになったの？だからタグは言ったわけやん。で、キスは言わんかったのか言ったのこうなって、ちょっとこっち動いてうん、顔がねそうです、目が悪くてうんおーそこは言わずもかなそっからフィニッシュまででさ、自分が一番引っかかった場所ってどこなの？あ、やっべえ、これあ、で、どうやんのこのバスローブのね、ダブルダブルがね、キスがあって、この2個あー、深めにおー、これ全然でもなんていうの、キスで時間つかせお前、時間つかせそっから聞くのはちょっとやばなそっからもう、その相手のこともあるしそれこそあっちゃん、動画でなんか結構しゃべるんだったの地元で、たまたまコンビニとかで女の子に会う時もう、こいつね、しゃべるあー、ほんとにこれはね、なんかマイナスがなかった、普通にいい意味で卒業おめでとう、ほんとにすごいね、お前、よかったこれコメント欄はやっぱ祝いで溢れると嬉しいもうほんとにもう誰一人として知らないからねその子が誰か知らないからこの動画高評価1枚いったらすぐくれますいやーすごいよね人望コムドットのこれは人望人望だねこれで一応コムドットっていうグループは童貞がいないイケイケ YouTuber になったってことだなやっとなったやったやったやった皆さん高評価ぜひよろしくお願いしますそれじゃあまた次の動画でバイビー決断をするまでにちょっと待ってどうした、うん、いやちょっといい手作り込みすぎてダメだった今一回爆発しちゃった今ちょっと爆発しちゃったセーブはセーブはこの決断をするまでにカーテン越しに差し込む光に眠たい目をこすらされる朝に